その前に、やるべきことをやっておくか。霧を止められるとは思えない。相手の戦略に合わせて動けば。彼に対抗できる後ろ盾が欲しいということか。監視カメラで溢れている。階段のセッティングは僕に任せて、のに一つ聞いてもいいかな。はい。ことは考えているのかな。俺の運命は決まっています。指導者としての道を進むことになるでしょう。君もこの3年間を守り通すつもりでいます。良い記憶になることを願うよ。失礼します。坂柳理事長からの通達に加え、謝恩会直前の密会。そう送りたいんじゃなかったのか。月城理事長代理に関しての坂柳理事長の謹慎と代理により仕組まれたものだとしたら。見過ごすことはできない。しかし真島先生はルール違反で減給。 B クラスと D クラスの柔道対決。なるほど。そのまま対戦していたら大きな事故につながったで。教師の裁量は許さないということか。教師が生徒に教えていることを守らないでどうする。私も協力しよう。交渉成立といったところでしょうか。もちろん理事長代理を排除するまでの間だけですが、容赦なく叩き潰します。そうか。こっちは後でバラバラに退出する。